えらくちゃん、宇宙船で子供が飛び出してしまった。えらくちゃん、おい、警察で連絡取らなきゃ。えらくちゃん、いいですか、子供の嘘の話を信じてやるふりすることは教育上絶対に悪いことなんですよ。しかしですね、あの智子ちゃんの真剣な顔をね。いけません。私は天文台長の志賀です。二人の少年を乗せて飛び去った宇宙船の正体は分かりません。今のところ捜索する方法もありません。すごいな、誰かいませんか。ここは一体どこだろう。お姉さんたち誰なの。あなたたちが来るの待ってたのよ。